Here we go everybody in five, four, three, two, and one.America today. 今日もネクタイだぜ。ゴールドにしときました。届きました。YouTube からのゴールドプレイボタン。100万人登録者を突破したらこれをもらえるっていうのが自分で自らプリントアウトしました。紙です。 ちょっとね、こう、あの、引き寄せの法則っていうのがあって、あの、これをもうバッチリ引き寄せていこうと思って、自分の名前を自分で入れて、今これ毎日見るようにしております。皆さん、まあ、これ出したらちょっと違法な気がするんで、こ,この辺に置いてきます。俺だけ見えるように。フィーダー昨日のカマラハリスのモノマネがちょっと盛り上がっちゃって、ありがとうございます。I got a lot of comments and I'm so happy. Thank you all for commenting.And today we gotta say hello to San Luis Obispo, California.San Luis Obispo というカリフォルニアの街で見てくれてるんですね。Thank you so much. うれしいです。a m e r i 今日もアメリカのニュースを見ました。相変わらずすごいです。ニュースをまた分析して えー、英語を勉強しながら一緒に盛り上がっていきたいと思います。Before we start! 新しいチャンネル登録者。また今日も結構増えました。いらっしゃいませ。あぜひ、すぐにね、登録した方がいいですよ。あっという間にこれ、これだからね。あっという間にここ、100万人になったらね、ちょっと寂しいから、今のうちに登録した方がいいよ。 僕なんか早くに気づいてたよってってそれとね、メンバーシップが始まりました。なんと、あなたはファンクラブに入ることができます。月々190円。やった !4 人が入ってるんで。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。今日もなんか余裕かましてね、あの、ジュース買いましたよ。ありがとうございます。OK!Let's、okay, start! Let me get my little recording started here. My screen recording. Three, two, one. Here we go. Freedom! So awesome. The episode about when Biden asked her to be his successor was so empty of substance that it sounded like a conversation between two old ladies. And it really left me speechless. あのー、ちょうど昨日僕はあの演じたカマラ・ハリスの,あのバイデンとの電話のやり取り、まあ、空っぽだととで本んなんかおばちゃん二人が会話してるように聞こえたその通りまり、あ、僕の真似も結構おばちゃん気味だったんだけど、あのー、カマラはね結構お,かお母さんママみたいな感じでアメリカでなんか言ってるんだよねちょっと全然意味わかんないんですけど あのまあバイデンもやっぱりもうすごい八十何歳になると男の人も若干こうなんていうの男らしさがどんどんこうなくなってじ,じいちゃんになってくるんで多分バイデンとカマラが会話する時き本当になんかおばちゃんがおば、まあおばちゃんとおばあちゃんが会話してるぐらいの雰囲気になってると思う。それと「This morning I was shaking with fear after seeing the news」。 that an armed group of illegal immigrants from venezuela had taken over an apartment complex in part of the city of aurora colorado apparently harris is saying that illegal immigration is not illegal i don't want to think that the america i live in is finished but if things continue like this it will be finished あの、アメリカは終わったかもみたいな。<laughs> ああいうのはね、英語でクリックベイトって言うんですよね。あの、クリックしてもらうための餌。餌、餌付き題名みたいな言うんだけど、まあまあでもね、あの、本当、こんなわけのわからないね、あの人たちがアメリカを永遠に仕切っていくとかなり不安になります。でも、えー、このニュース。 彼女が触れているのは昨日インターネットで結構話題になったオローラというコロラドの街のことで、えー、これ実は僕調べましたこのニュースから今日いきましょう、うん、このシーンがセキュリティカメラで撮られた映像が出てまあ話題になってましたで題名が Gang takes over apartment complex heavily armed migrant gang Takes over in まあこれ怖いですよねもうこのなんかでかいライフルとこの人はピストル持っててこの人も多分持ってたんですよねでこの人がなんか電話をし,してる役でなんかこの部屋にこう入っていくんですよねでなんかちょっと揉め事してえーそんな映像に言葉的には「takes over」とかね ここ、takes over って、まあ、乗っ取るってことなんですよね。このアパートメントコンプレックスっていうのは、英語でね、この多分何個もアパートがコンドミニアムみたいなところで、これ多分2階か3階建てで、まあどうだろうね、6軒とか10軒入ってるような、そのビルを丸ごと乗っ取ったみたいな感じなんだけど、俺もこのニュースを見て読みました。で、えー、 どっちからだっけなこれですね。まず題名がでもここからね、ちょっとこうややこしくなってくるんですよね。Colorado Governor Jared Polis dismisses migrant gang takeover of apartments as imagination despite video and mayor confirming truth。<noise> 早速ね、何が本当かちょっとわからないような報道の仕方でそのオロラという町の、えー、知事、メイヤーが こういう事件がありましたと言ってる。そして動画もある。でも、そのコロラドの州、州を仕切ってるガブナーですね。ガヴナー、えー、が、いやいや、これはもうあの想像ですっていう <laughs> 発表してるらしいんですよね。どういうことでしょうかね。あのー、まあ、あんまりこの悪い話題をこう、出てほしくないかもしれないです、ね、このコロラド州としては、 えー、ちなみにみんな覚えてますかコロラド州は一、えー、回ですね去年かなトランプをその投票権投票するこうバレットっていう投票の可能性の名前をこう載せるところから外したんですよ。で結局裁判になってその裁判でそれはダメだっていうことになって戻したんだけどコロラド州はめちゃめちゃ カマラ側って言ってもいいと思うんですね。民主党側。なんで多分ね、こういうあ、違法で国に入ってきてる人たちがこういう悪さしてるのは、これいあんまり報道でこう広がってほしくない。これは知った上でこれ聞いてください。で、次。Wednesday night.Fox Denver aired surveillance video that showed an armed gang of men, later confirmed by cops as suspected members of Tren de Arugua. アラグーア、トレンデアラグーア、strolling through an apartment complex in Aurora that residents said had been overrun by the gang。はい、ここで、英語の言葉のズレが見つけました。はい、わかりましたかまあ、まず、ストーリー的には、このセキュリティカメラの映像がね、放送されたんだけど、これ、ベネズエラのギャングだろう、メンバー。このギャング名がね、 トレンデアラグーはなんかこうやって言うとちょっと怖く感じるよね。トレンデアラグーアがやってきて危なかったよ。Strolling through an apartment complex in Aurora that residents said has been overrun by the gang。はい。さっきのね、take over、乗っ取るっていう言葉だったんですけど、overrun っていうのは、あ,あ、そうだ。これ日本語で。 何でしょうかそういえば、ちょっと訳してみようか。overrun.one word ね。一つの言葉で、overrun. <laughs> はい。<laughs> カタカナでした。<laughs> えっとですね。overrun っていうのは、ちょっと乗っ取るっていうのと感覚が違うんですね。まあ、えー、まあ似てるんだけどね。take over はもう完全に、 あのジャックされた感じですねでオーバーランっていうのは多分時間がももっっとかかったものですねテイクオーバーはもうすぐピストルとライフル持ってきて「出てけー俺らのもんだ!」っていう感じなんだけどオーバーランっていうのはちょっと例えば半年間かけてちょっとずつそのギャングの人たちがアパート1個住んでてもう1個住んでてどんどん増えて親戚来てでギャングメンバー来て気づいたら他の部屋までジャックした。 これがオーバーランって感じの感覚です。なんで、題名がちょっとずるいんです。こういうのはフェイクニュースとも言えると思うんだけど、テイクオーバーっていうと、やっぱ怖い。聞いてて、え、何ライフル持っていきなり全員出れって,って俺らのもんだっていう話に感じるんだけど、どうやらちょっと違って、えー 多分、揉め事があったんですね。そこに多分住んでる人で、そのギャングメンバーがいて、まあもしかしてその仲間を呼んで、で、ここは、えー、何番だろう ?301 号室だね。301号室。わあ、301号室のやつ、あいつ金払ってくれてないんだよ。行くぞつって,言って、で、みんな行ってなんか、揉め事して、で、誰かそこで撃たれたと。死んでないんですけど、えー、っと、one person severely 大けがで終わったっていうこういう事件なんですまあやっぱりこういうニュースをねよく読まないと本当の話がわからないけどどっちにしてもめちゃくちゃじゃないですかという話ギャングベネズエラのギャングメンバーがコロラドの街でライフルとかいっぱい持ってこうこういう事故を起こしてるんですよねでしかもそのアパートメントがどういうことかっていうとこれです Denver a sanctuary city that is just west of Aurora has received more migrants per capita than any city in the country, most of them from Venezuela. More than forty thousand immigrants have arrived since December of two thousand and twenty two. 違法市民っていうんですかあのー、違法で入ってきた人たちが集まってる街なんですって。<laughs> で、ほとんどそれがベネズエラ。2022年の12月から。まあ1年ちょっとです。ああ、もっとか。1年半ヶ月か。ああ、そうですね。4万人。4万人がこの街に、ほぼベネズエラから来てるんですよ。 4万人って言ったらすごいね。あのー、ワオ !4 万人の街って想像してみてください。自分の近くに多分ある。あここ北海道だったら、どこだろうまあ、すぐ近くにクッチャンっていう街があるんだけど、クッチャンは2万人の人口です。そのクッチャンが2つだすごいな。はい、こんなニュースが出ました。さあ、そこでこの、あー あ、もう一個訳したかった。Sanctuary City っていう言葉みんな知ってるかな ?In North America, a city whose municipal laws tend to protect undocumented immigrants from deportation or prosecution despite federal immigration law. はい。えー、アメリカはね、合衆国なんで、州の法律と国の法律のこうずれが出てくるときがあって、 フェデ m ル・イミグレーション・ラワっというのはその国が移民に対する決めてる法律それとちょっと違うスタンスを取ってる州があって、えー、そのいわゆるドキュメントがないビザとか何もない移民した人を、えー、国に返したりとか、えー、罪としてこうなんか、うん、逮捕したりできないように 法律を作ってる街なんです。だから彼らにとって安全なセンクシュエリー。センクシュエリーというのは、ー、えっ、ー、とね、あー、訳した、訳した。えっ、ー、とね、正規都市。正規都市っていうんですかね。サンクチュエリーシティ。まあ、彼らにとって安全。そこで言ったらセーフティーということなんですよね。はい、すごいですよね。 はい。それでね、早速、明るくしたいので、ミームいきます <laughs> !Let's get a meme!I think we need a meme in here. どこ行ったどこ行ったどこ行ったこれ、これだはい。ああ、いつもすぐにミーム出してくれる。バビロン B。このネタ、今喋ったネタに関するミームです。えー、カマラハリスの VP のティム・ウォルスが、 喋ってるようなシーンで、そのギャングが301号室に入ろうとしてるシーンが右上にあります。Tim Waltz promises to ensure all violent migrant gangs have access to free tampons。<laughs> <laughs> はい、みんなわかりますかこれ。まあ、濃いですね。あの、この Tim Waltz はね、あの、高校、 自分の州の州ミ,ミネソーダの高校に男子トイレに必ず無料で配布するタンポンを置くっていうか配るのを決めた人なんでタンポンティームっていうあだ名が付いてます。で今回は、えー、こういうバイオレンスを起こす移民のベネズエラのギャングに必ず無料のタンポンを配りますという。<laughs> ツッコむね,ーいいねなんか気持ちいいねこのここまでガツンとくるミームが来るとおりゃーみたいな面白いわはいミームまだあるからこの後もうちょっと待ってくださいそしたらね次ちょっとね政治ネタじゃない面白いニュース見つけました We have a story coming to us from Australia mate Australia mate BBC Newsで見つけました。A right to disconnect rule has come into effect in Australia, allowing employees to ignore communications after hours. Uh 写真がですね、オーストラリアの旗と、Australians get the right to disconnect after hours. A right to disconnect... has come into effect in Australia offering relief to people who feel forced to take calls or read messages from employers after they finish their day's work. <S 要するに仕事が終わった後、会社から帰ってそれでもあ、課長とか部長とか社長からメールや電話が来る時あるよねあるよ、もう今の時代だったら LINE グループあったりとか メッセンジャー、ワッツアップ、まあ、いろんなのあって、もう簡単にね、連絡取れるし、時間、遠慮しないでね、来るじゃないですか。それに対する法律がオーストラリアでできたみたいですね。The right to disconnect。まあ、このコネクションを切るですね。ディスコネクトは、そのコネクつながってる部分を外すっていうことですね。それの権利。A、right to disconnect。 あの会社の関係者とかメッセージが、えー、電話とかメッセージ来ても出なくても法律で守られてるだから会社に次の日会社行っても「おい電話しただろうメッセージしたらんで返事しないんだよ」って言っても「いや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 法律あるから」っていうことを言えるらしいですね。 A survey published last year estimated that Australians worked on an average of 281 hours of unpaid overtime annually. オーストラリア人が年間281時間、その、いわゆるお金をもらわない。もらわないで働く。勤務時間外っていうのなんて言うんですか ?Overtime。家帰ってからなんか頼まれたから書類用意して送ったよとか。

ものを言わなきゃとかわかんないけどそういうのを送っていいけど受ける側働く側は返事はしなくてもいいっていうことですどうですかこれあのまあ向こうもねいろんな意見がやっぱりあるんですいろんな意見っていうのはミックス・リアクション A ミ d クス・リアクションまあいろんなリアクションが混ざってるリアクションがあると一つは anything that Uh, I think it's actually really important that we have laws like this. Advertising industry worker Rachel told Reuters, eh, However, others do not feel the new rules will make much of a difference to them. I think it's an excellent idea. I hope it catches on. I doubt it will catch on in our industry to tell the truth, though. A worker in the financial industry told the news agency. Uh, we well, are well paid, we're expected to deliver, to deliver, and we feel we have to deliver 24 hours a day. いい給料もらってるし、えー、しっかり頼まれたことをやる。もう24時間、いつでもやるぞというようなことを言ってますね。すごいですね。日本にはこういうのはないよね。多分ないと思うけど、日本にも、まあ世界的にもあるけど、ブラック企業ありますね。ブラック企業。例えば、あの、某、某代理店。ブラック企業。 <laughs> そういうね日本だったらどうなの無視してね次の日行っったらめっちゃ怒られるでも今だいぶねパワハラなんかそういうのいろいろこう本当難しくなってきて昔みたいな厳しいことはなんか言えないらしいし若い人がそういうのにこう全く耐えられないっていう話はよく聞いてます。皆さんの働いてるとこはどううでしょうか コメントお待ちしております。これちょっと面白いなと思って紹介しました。あとね、この、この今のストーリーの最初のイメージの写真、これ見てください。Right to Disconnect っていう話にイメージとして出してる写真が、なんかカップルがベッドで背中向き合ってね、お互いスマートデバイスをいじってるんだけど、これじゃよくないよね。もしあの会社からの メッセージを無視してもいいけど、うん、それだったら家帰ってただ違うものを永遠とこう見てるんだったらよくねえんじゃねえかなと思いますね。はい。What else we got here today? <coughs> あ,あ、ちょっとじゃあ一発トランプの面白いネタいきたいと思います。あの、カマラのネタが最近多かったんで、トランプもいろいろ相変わらずね、あの、まあ、やらかしてるっていうか彼のスタイルなんで、 全然それでもういいんだけどやっぱこういうこと言うからあのみんなに結構嫌われるっていうのがあります。Trump on Kamala これ最近トランプがあのまたスピーチでこういうふうに言っちゃったらしいんですね。Every place she touches has turned to shit.Every place she touches turns to shit.The best shit The best shit ever. あのトランプが本当にスピーチでシッって言っちゃったんですねまあもっと悪いことを彼も言ったことあるかもしれないけどまあ僕がなんかそうだな10代20代の時にこういう大統領の選挙とかそういうのはねなんかこうあんまりその時興味なかったんだけどその出てる人たちが一応なんかそういう 悪い言葉使ったりあのディスり合うことは悪いことをお互い言ってたと思うんだけどこういう今時のこういう下品な言い方ではあんまりしてなかったんだけど最近やっぱこういう感じが主流なんだよね。えー、カマラが触るもの全部クソになるんだという <laughs> ことを言ってます。カマラはね 何を触ってもねクソになるすごいクソになるんだよくっさいクソになるんだよこんな感じでトランプが言ってましたしかもねこれも面白いと思ったんだけどこれまたアメリカっぽいそのスピーチしながら下に広告が出てて「トランプ OTF ナイフ」 Make America Great Again。残り250個のこのナイフを今すぐ買ってくださいと。見てください、このちょっと若干怖い感じのナイフ。これ多分、ピッ、こうシュッってやったらこう、スコーンって出てくるやつじゃないのかな。thetrumpknife.com これオフィシャルのウェブサイトもあって、トランプのナイフ、トランプ2024って書いてる記念 グッズがあるんですね結構激しいですねそして後ろに座ってるこれ多分どっかのあのみんなこうハードハットってこういう仕事のあの安全な帽子かぶってる結構怖い雰囲気の人たち集まってますねこの人たちみんなこのナイフ買ってるんでしょうか「トランプナイフ!」「しゅだいけってトランプナイフ!」 はい、じゃあここでトランプのミーンいきたいと思いますおう、oh, We got another memeWe got another meme 今度のミーンは動画ですこれいいですよこれギャグですでこれですね「Are you or your loved ones suffering from illnesses such as TDS also known as trump derangement syndrome?」 Do you dismiss or deny the current issues facing our country, such as historic inflation, illegal immigration, corporate corruption, World War III escalations, and the chronic disease epidemic? Are you willing to elect someone who was the least popular vice president in modern history, and who offers no policy or vision for America simply because your brain keeps telling you anyone but Trump? If so, you might be struggling from TDS. Introducing independence. Hi, is... 何かというとこれ本当のアメリカのテレビで流れてるトランプ側の CM ですテレビで流れてる CM なんですけどこれアメリカの医療関係の CM のパクリですアメリカの医療系の CM が バンバンテレビに入ってくるんですよ。ああいうファイザーとかモデルナーとかいろいろ、あの薬、薬、製薬会社、医薬会社、なんていうんですか。で、いろんなのです。もうアメリカ人く薬漬けになってるんで、いろんな薬です。もうそういう糖尿病の薬、心臓、うんまあ落ち込むとか、もういろんな薬なんですよ。で、とにかくその薬の CM っていうパターンがあって、今みたいにあなたにはこういうことでありますか ああなたはこここうううういいうとありまますかかううの感じていませんかそしたらもしかしてあなたはこういう病気かもみたいなまあその不安にさせてでその病気あこれそれその症状あるわで病院行ってお医者さんに相談してでこの薬の CM で見たんだけどその薬どうなのよって言って、まあ、その薬を買って帰るっていうそういうパターンなんだけどそれに例えてこの CM 作ったんです。で 病名が本当にある、今ある病気 TDS、Trump Derangement Syndrome。これがトランプが大統領になった時から出始めた、えー、習慣病っていうのかな。まあトランプの顔見たり、トランプの名前聞いただけでもう、うぅー、具合悪いってなるあ、その症状が全部 TDS って、まあこれギャグで言ってたんだけど、まあ 結構リアルにかかってる人たちがいますでそれに対する薬薬の名前がこの出てるインディペンデンスインディペンデンス。まあ要するに、えー、その病気からこう解放される解放みたいなはいもうちょっと見ていきましょうインディペンデンス allows you the freedom to finally think independently once again Instead of believing everything you hear from the mainstream media, independence allows for constructive critical thinking. this medicine, you I used to hear people on the news say things like... Donald Trump and the movement he has encouraged are a threat to democracy. And I instantly believed it. That free speech. So、これやばいですよこれやばいわこれアメリカのテレビで流れてると思ったらもう最高ですやっぱアメリカいいわあのいいわえー、っとねこの人はこの薬飲む前に私は、えー、テレビで言ってること全てを信じて Silences political opponents, supports forever wars, and abandons democracy by anointing its candidates. Independence may not be for everyone. If you enjoy being lied to about your president's cognitive abilities, support Orwellian totalitarianism, or are excited about communist fiscal policy, independence may not be right for you. まあ、えー、必ずねこの薬の CM も最後に、あのー「この薬はあなたには合わない場合があります」みたいなこう何かワーニングというかそういうのを言わなければならなくて必ずこれその薬の CM のパターンとしてはあるんでそれを真似て「えー、あなたは、えー、こういう本当の自由じゃなくてあのー、民主党の てて信じきっいいる人であればこの薬は合わないかもよみたいな感じで言ってます。 はいもうね濃すぎて全部訳せなくて申し訳ないんだけどあのー、最後に皆さん、えー、お医者さんに相談してあなたにこのインディペンデンスという薬が合うかどうかを確認してくださいとはい <laughs> ああいいねアメリカで、えー、トランプが出してるあ CM トランプの TDS の病気を治してくれるこんな薬がありますとインデペンデンス素晴らしいですねインデペンデンスって日本語で正式にどういうことインデペンデンス 独立、あ,あ、独立、そうそうそう、ごめんなさい、独立はい、あのー、そういうことを言ってんですね <coughs> その、んあのマインドウイルスっていうよく英語でね、マインドバイルスとかっていう言葉を言うんだけどもうその固まった考え方をまあこれどっち側もあるんですねあの、トランプ側のすごく右寄りの人はもう例えばめちゃめちゃもう宗教にもすごいハマっててあの、一番こう右寄りの人も それしかも見えないんですよね。で、一番左の人も、ひ、も一番左のことしかも見えない。まあ、そのウイルスから、こう、パッとなんとか、えー、独立をできたら、いろんな考えできるし、いろんな人とまた仲良くなって、えー、みんなもうちょっと真ん中にこう、寄せてくるような感じですね。はい。これが今日の2個目のミーム、動画ミームでしたそしたら最後、どうだ あ、う、oh, 30分いったね。あと5分ぐらいで終わりたいと思います。少しコメント来てたんで、すごいいいコメントがいっぱい来ててありがとうございます。昨日来てたコメント。As usual, the Japanese media was very biased in reporting this interview.They seriously introduced the word salad and there were comments from Japanese viewers who seriously responded to it which made me laugh.、えー、これ昨日のカメラのインタビューに関するコメントでしたね。 えー、このインタビューはいつものように日本のメディアが大変更報道していた。<laughs> えー、ワードサラダも真面目に紹介していた。<laughs> それに真面目に反応してる日本の、えー、視聴者のコメントがあって笑っていたと。ねえ、こうやって日本語で言うんですね。えー、変更報道 変更報道、いい言葉、ありがとうございます。その通りです。まあ日本もそうだし、アメリカもともとあのニュース報道は完璧こう自由でいながら、それから独立ですよ。報道は政府といろんな企業から全部から独立してなければならないのに、今はもう完全にえ企業にも乗っ取られ。えー 国にも乗っ取られ、えー、報道陣はもう変更報道ばっかりしてると思います。もう一つ。The October surprise of this US presidential election is Harris' promotion from vice president to president. Of course! そうなんです。僕が昨日、えー、予想した9月末か10月頭にはバイデンが何かの理由で、えー、大統領を辞め。 カマラはは大統領になると僕は思ってますもうこうするしかないと思うんですよ。今回、えー、大統領選挙の「アクトーバー・サプライズ」そうこの言葉を俺忘れてたんだけど、えー、10月のサプライズ「アクトーバー・サプライズ」「アクトーバー・サプライズ」って日本語ありますか 10月のサプライズ。それしかないね。まあ、これよく言われるんだけど、ちょうど選挙の1ヶ月前ぐらいに、なんかこうネタを取っとくんですよね。その、なんかこう最後にこう、ポーンってメディアにこう出したら、みんなそれ一番注目してる1ヶ月前ぐらいなんで、そこで何かを見せて自分の方にこう、転がすっていう。まあまあ、アクトーブルサプライズなんだけど、確かに今年は、今回は、 本当にそれかもしれないですね。それと、あ、これはね、あの、いい意見来てましたね。I think the cafe interview, which creates an improvised feeling, is a way to appeal to the common people and increase their likability. <laughs> 確かに、あの、即席感を演出したカフェインタビューは、好感度アップのための えー、庶民アピールではないでしょうか、はい、で日本の場合はあなんか池上彰元 NHK プロパガンダ要員の選挙特番で小泉進次郎があコンビニの前でインタビューを受ける姿を放送したのを記憶しています。ななるほどね、まあ、これは確かにそうなんですよ多分 それが狙いだったと思うんですけどあの外れたと思います今日いろいろ僕が昨日あれだけ言って他の人はどう思ってるかなと思って今日また YouTube 見たら結構ね僕と同じようなこと言ってる人いました安心しましたあのその身長がこう首がない感じだったり照明が悪いのとあのセッティングとかまあカフェのこと文句言ってる人は僕ほどいなかったんですけど <laughs> あの、もしかしてね、その人も言ってたけど、もしかして CNN のプロデューサー側で、このカマラのこと好きじゃない人だったんじゃないかなと、ほんと僕と同じこと言ってました。はい、もう一つ。I had only watched this show a few times and hadn't subscribed to it.So I was looking for it and it suddenly came up which was lucky.That's right! ありがとうございます。この番組、えー、何回か えー、見ただけで登録はしていなかったので、えー、探してみましたが、突然出てきて、ラッキーでした。ありがとうございます。登録したんでしょうか ?Don't forget to subscribe! ピンそうなんですよ。よくあるんだけど、America Today だけ覚えててください。America Today, ニールその二つ入れたら出てくると思います。あとは、 I was watching and thinking that Neil's outfit today was really cool 昨日の僕のシャツのネクタイ褒めてくれたんで今日もネクタイにしときましたあとねーあれ,あれもう一個なんかあったような気がしたんだけどそんなもんですかねそんなとこでしたねー OK I think that's about it ボーナスミーム行くボーナスミーム最後の最後に Last chance. えー、ボーナスミームねこれ結構マニアックだけどみんなどうかなあのかなりアメリカーナな感じですフットボールのチームを応援しているギャラリーの写真の上にテイラー・スウィフトポップスターのテイラー・スウィフトの写真があります NFL fans excited for start of Taylor Swift season わかりますか ?NFL のファンの皆さんが、テイラー・スウィフトのシーズンの始まりを期待するちょっと難しいかな、これ。あのー、アメリカの文化をよく知らないとこれが通じないんだけど、テイラー・スウィフトっていうめちゃくちゃ今、あの、盛り上がってるアメリカ大人気の女性のポップスター。昔で言ったらマドンナですね。もうマドンナをもう超えてるんじゃないかっていうぐらい、今のアメリカに大人気。彼女の 彼氏がアメリカのフットボールチームのトッププレイヤーなんですよで彼女がスーパーボウルとか去年あった時にそのスーパーボールに出たチームの片方のなんか一人名前忘れちゃったんだけどそれを見に行ったりとか <laughs> でいろいろまあこの何かとテイラー・スウィフトの話題が出てくるんで、えー、本当だったらテイラー・スウィフトのファンが NFL のシーズンの始まりを楽しみにしてるのが普通だけど。 逆になってですね。NFL のファンがテイラー・スウィフトのシーズン開幕を楽しみっていう。面白い。はい。今日のボーナスミームでした。ありがとうございます。うん。g h t I'm gonna wrap it up, everybody. That is 38 minutes. Another great show. Thank you all for watching.We are on our way to a million subscribers.Let's do it!Subscribe, baby. And we will get there. よしそれでは、明日ね、僕は夜市っていうところに行ってね、あの、ワインのイベントがあってね、明日はワインいっぱい飲んできます。明日の夜の放送はどうなるんでしょうかベロンベロンで帰ってきて盛り上がるかもね。See you guys tomorrow!